この取り組みは猫の殺処分を減らそうとアフリカンサファリと OBS が行ったものです。今日はサファリの寒大和園長とチャリティー T シャツのデザインを担当した OBS の川野真穂アナウンサーが大分動物愛護センターを訪れ現獣医師会に収益金30万円を寄付しました。センターでは野良猫に去勢と不妊手術を行うプロジェクトに取り組んでいて 寄付金は手術費用などに当てられます猫の否認虚勢手術かなり経費がかかるからですね、寄付金をいただくということは大変助かっております桜猫プロジェクトボランティアの方々と協力してこれからもできれば実施していきたいと思っておりますプロジェクト開始前の2019年に県内で殺処分された猫は2134匹でしたが 昨年度は508匹に減少しています。